森神社は、大分県楠郡楠町にあった神社である、文後森藩の藩長が置かれていた、苦島神社とも言われる。三島宮三島公園より、末広神社へ、慶長6年、苦島長地下によって、楠郡などを所領とする、文後森藩が立藩された。苦島市はその格式のため城を持つことが、許されなかったため、長地下はそれまで楠の拠点とされてきた格群れ城を、 廃して、角前山の山麓に陣屋を置いた。陣屋の敷地内には、来島市の古地である伊予大三島の大山住神社の祭神を勘定して、三島神社が造営されていたが、天保八年、第八代藩主の来島通吉美が、三島神社の改築を口実として、石垣や茶屋の聖鳳楼を増築するとともに、藩主御殿庭園、聖鳳楼庭園、 清水御門庭園を作らせ、城構えのように整えた。明治時代には、廃藩地県によって、森藩は森県となり、森陣屋は森県庁となったが、ほどなく、森県は大分県に合併した。森陣屋の建物は、役所などに使われて、昭和初期まで残っていたが、その後、一部を残して撤去されている。現在では、森陣屋の跡は、 三島公園として整備され、聖鳳楼や庭園が現存している。聖鳳楼は、大分県指定有形文化財に指定され、庭園は、旧来島市庭園として、国の名称に指定されている。森神社、聖鳳楼、聖鳳楼は、老格形式の茶屋で、新言宗の僧侶不帯道により名付けられたとされている。紅葉のご茶屋とも呼ばれる。八代、通り吉見による、 三島神社集築の際に天守に見立てて建てられたと言われており、神社の象徴的な建物となっていた。二十二階で、初茂を、河原吹き、二十目を杉川吹きとする、寄せ棟屋根を被せ、赤い漆喰塗りの新壁作りで、最上階を天戸付きの内縁降乱の、暴浪としている。石垣に接して建てられており、建物一階と神社石垣の間に玄関がある。 近代の簡易な補修や老朽化によって傷んでいたため、2000年から3年かけて従来の姿に集築、復元されている。建物の一般公開は行われていない。ありがとうございます。